皆さんこんにちは。今日はですね、こちら先日購入したマビックエア2のお話なんですが、先日ですね、ファームウェアのアップデートがなされまして、この機体のファームウェアですが 01.00.0250 っていう風なね、ファームウェアが更新されました。でそこですごくね、便利な機能が追加されたのでね、ちょっと紹介します。で今までですね、このマビックエア2ね、何回か外で飛ばしてて思ったことなんですが、このジンバルの部分、このねカメラの部分がそうなんですけど、今ちょっとカメラ動かしてみせますが、この動きがですね、基本的にこう一定なんですよね。このプロポっていうんですかね、このプロポのこのジョグダイヤルの部分でこのジンバルの上下チルトを制御するんですが、これがですね、動きが一切こう変更できないっていうんですかね、もっとゆっくり動かしたいなとか、もっと早く動かしたいなって思っても、全くそれがね、制御できないというか、もうデフォルトの状態のままだったんで、もう機体のこの高度の速度とかに合わせてうまくこうジョグダイヤルを操作するって結構ね、めんどくさいっていうんですかね、少し慣れが必要だったんですよね。ところが今回ですね、ファームウェアがアップデートされまして、今ちょっとね、画面切り替えてこのマビックエア2の画面にしてますが、制御っていう部分のこのジンバルですね、ここに高度ジンバル設定っていう項目がね追加されました。でこれをポンとタップすると、ノーマルモード、スポーツモード、トライポッドモード、3つのモードでジンバルがなんとね、いろんなね制御ができるようになりました。で一番僕が今回ねこの気にしてたピッチ速度ですね、試しにピッチ速度をこの 15S っていうのにねしてみましょうか。そうするとどうなるか、今ねこのカメラをマビックエア2にしてるんですが、今ぐーっとね最大までこのジョグダイヤルをね動かしていますが、このくらいのスピードで動きます。はい、下にするとこんな感じ、上にするとこんな感じですね。だいたいこれがねデフォルトのスピードだったかと思います。でこれをよいしょ、速度を例えば最大まで100とかにするとどうなるか、やってみますよ。ほらちょっと動かしただけですごい勢いでカメラが上下するじゃないですか。まあ、このくらいまでね、マックスはこのくらい、最低はさっきの15で、かなり自由なね、速度で、このピッチをね、操作することができます。これすごくね、助かりますね。なんでね、自分のこの飛行するスタイルっていうんですかね、その、撮る映像のスタイルによって、自由にね、変えられるっていうのは本当にね、すごくいいことだと思います。で、次ですね、ピッチの滑らかさ。これはね、設定するとどうなるかっていうのをちょっとやっていきます。例えば、このピッチの滑らかさを0にすると、どうなるか。今カメラ動かしてみますね。ぐーっと上に動かして指を離すとパッと止まるんですよね。下に動かして手を離すとピタッピタッって止まりますね。ちょっとこれはこれでまあいいんですが、少しこう動きが不自然な感じがします。なのでこの滑らかさをある程度グッと上げてやるとどうなるか、まあ仮に最大30にしてみますか。30にするとどうなるか、ぐーっと動かして手を離してもほらスイーッと動いていくんですよ。ほらわかります、指を離してるんですがずーっとブレーキがかかって徐々に止まっていくって感じ。さすがにこの30はあまりにもやりすぎなんで、そういえばですね、例えば12とかにしてみますか。そのくらいにするとどうなるか、上に動かして手を離すとスッと止まる、指を離すとスッと止まるっていう感じで、結構ね自然な形でこのジンバルがね止まってくれるんで、すごくね映像に安定感っていうんですかね、滑らかさがね増しますね。で、その下ですね、これは陽の回転速度っていうことなんで、これ FPV モードもできまして、FPV モードにすると、このカメラの部分ですね、この部分が、こう、機体の傾きによって、ジンバルカメラも傾いてくれます。だから結構ダイナミックな映像を撮るときには、この、モード、FPV モードにした方がいいんですが、その回転速度とか滑らかさもね、個別に設定できます。動き自体はさっきのピッチとほとんどね、変わらないですね。という感じで、これ3つのモード、ノーマルモード、スポーツモード、トライポッドモードってこのコントローラーのモードあるんですが、それに対して全部個別に設定できるんで、これはねすごく良くなりました。特にこのおそらくマビックエア2使ってる方でこの不満のあったねこのジンバルの制御っていう部分がかなりね改善されたんで、これはね本当にいいかと思います。あと最後一番変わった点はこのね画面の右上のバッテリーの部分ですね。このね今まではねこのバッテリーのマークが衛星マークの隣あたりにあったはずなんですが、今度一番左の方にね来ましたね。でこれ今69って書いてるんですが、これがねバッテリーの残り残量となっています。これをポンとタップすると、こんな感じで
リターントゥーホームまでの時間ですとか、強制着陸の時間、バッテリー切れの時間までをね、こんな風に数字で表してくれます。確かね、このアップデート前だったら、セルの状態とかって出てたはずなんですが、今これもう出なくなりましたね。すいません。もしかしたらこれ、離陸すればまたちょっとね、表示が変わるかもしれないんですが、ちょっと今もう夜も遅いんで、ちょっと飛ばせないですし、家の中ですしね、できませんから、ちょっとその辺はわからないんですが、バッテリーがね、前回よりかもより分かりやすくなりましたね。この緑の、円の範囲っていうのが、要はこう安全にね、このバッテリーが使えるやつで、多分これ赤っていうのが、もう本当やばいから、すぐに、リターンとフォームしなさいっていうふうな、まあ、残りの残量だと思うんですよね。まあ、こんな感じで非常に直感的にね、バッテリーの表示っていうのが、分かりやすくなりました。さあ、ということで、今回はこのね、Mavic Air 2のアップデートについて少しね、語ってみましたが、どうだったでしょうか。特にね、この Mavic Air 2の一番のちょっとこう、使ってて気になっていたこのジンバル部分っていうのが大幅にね、アップデートされたので、さらにね、映像が撮りやすくなったかと思います。そしてバッテリーのね、表示とかも非常に直感的になったので、まあ、あんまりね、このドローンを飛ばして、まだ日が浅いですとか、少し画面が見づらいかなって思ってた方も、だいぶね、良くなったんじゃないかなと思います。で、まあ、僕自身ですね、まだこちらね、全然使いこなせてもいないですし、まあね、まだまだこう練習不足なところもあって、知識不足もね結構あるんで、これからもどんどんねこういったMavic Air 2の情報とかありましたら、皆さんにねちょっとお話ししていきたいかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画が皆様の何かの参考になれれば幸いです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。